セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回もフランクフォードのチョコレートのシリーズを紹介したいと思います。でこちらはもうシリアルとコラボしたものです。結構エキサイティングな感じになっていて、こちらもどういう感じなのか興奮しています。それはこちらです。フランクフォードライスクリスピーズマシュマロフレーバーキャンディーバーの紹介です。ケロックスのライスクリスピーのチョコレートバー、キャラクターが載ってあってマシュマロとライスクリスピーが載ってありますね。こちらはこういう感じです。値段は1ドルぐらいでした。日本円で150円ぐらいです。フルーティーペプルズの方も結構美味しかったので、こちらはどういう感じなのか期待してます。こちらの方もミルクチョコレートの中にライスクリスピーが入ってありますね。マシュマロの香りが結構強いですね。ライスクリスピーの香りはそんなにしないです。いただきます。こちらの方も結構美味しい。ミルキー でマシュマロの味も結構いい。でもライスクリスピーの味がもっと必要ですね。 2-3% ぐらいしかしなくて、ちょっとなんか物足りない感じがします。でちょっと甘すぎですね。何回か食べると飽きますね。点数は40点にしたいと思います。サクサク感やミルキー感、そちらの方はいいんですけど、甘すぎで何回か食べると飽きますね。であとマシュマロの味がほとんどで、ライスクリスピーの独特な美味しさがね入ってなかったのが残念でした。フルーティーペップルズと違ってノンストップに食べるお菓子ではないですね。こちらはおすすめはしませんけど、もし見て気になったら買ってみてください。二度と買わないと思います。ライスクリスピーズキャンディーバーの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。